コードコードとは、メッセージを特別な知識や情報なしでは意味がわからないように変換する秘匿手段の一つであり、暗号の一種である。軍の運用など、ある程度の規模の活動に必要な相当量の単語やフレーズ、あるいはもっと長いメッセージについて、事前の合意により、別の単語、無意味な文字列、数字などに置き換える暗号である。まず、 コードとサイファー、サイファーの分類の概要について、暗号概要を参照のこと。ここで、そもそも、前述のような分類は、コンピュータの利用、暗号を運用する側だけでなく、攻撃側もまたコンピュータを利用できるということが、前提となっている、現代の暗号学より、以前のロータリースイッチなどの電気機械による、暗号機の時代の暗号学の頃に確立されているが、 現代の理論から見て、一応は、コードを、シラビック歴史カルサイファーなどとして、サイファーの位置とみなし理論的には、扱うことは、不可能ではない。しかし、暗号の長い歴史の中で、サイファーとは別系統のものとして、独自の発展や進化を遂げてきており、日本ではどちらも、暗号にひっくるめてしまっており、コードとサイファーを訳し分ける必要がある場合のための、 契約といったようなものもないが、英語圏他欧州も含め、コードとサイファーという別の語があるように、別種のものとして暗号学では扱われている。現代のサイファーでは、秘密は鍵に集中するのであり、その方式を取得することによる、強度上の利点は純粋な理論的には存在しない。そのため、むしろ広く暗号学会によってその方式に攻撃の研究がなされた方が、 安全性が保証されたものになると言えるし、そうでなくとも広く使われている方式の暗号を利用した方が、その暗号通信を特徴のある通信にしてしまうことを防げる。一方でコードはその方式自体が秘密でなければならない。ただしもしそのように定義するならば、コードは現代の暗号学による競技の現代暗号ではありえない、競技の現代暗号とは秘密が 鍵のみに集中するような方式ということだから、ことになる。ケルクホフスの原理の記事も参照。なお、英語コードは暗号化を目的としないものを含む、文字コード、キャラクターコードなどの要例におけるコード。その意味では、公開され市販もされていたようなコードブックというような、ももある、W、コマーシャルコード。そういったものを使う場合、必要であれば、 それと別に秘密のコードブックも用意し、電報などでのやり取りには、さらにそちらで変換する。また一種のコードと言えなくもないが、一種の乱数表のようなものとして、きちんとそのような目的のため設計されたものではなく、市販の辞書や聖書などの書籍をそのまま利用した暗号、ただしさえ取得できれば、表自体は盗まれることの心配をしなくてよく、また、 自国以外で活動する、諜報員には入手しやすさという利点もある。フィクションでの例だが、シャーロック・ホームズの恐怖国に登場するような暗号は、ブック暗号という別の分類がある。英語版で記事名画である通りサイファーと扱われることも、あるが、中に書いた通りそれに近い性格もある。英語版の2017年10月現在の記事には、ブックサイファースアーモアプロパリーコールドコーズとあるように、 コードと扱われることもある。エンサイードコードは19世紀末から20世紀半ばまで外交及び軍事暗号として広く利用された。これはプランコードの通信文を圧縮できる長所を活かしながらオーソドックスに強度を付加できる定員にあった。しかしコードに訓練された暗号誌を必要としたのが欠点であり、機械式暗号が実現されると可及的速やかに置き換わった。 プラコードやベースコード、生のコードとも言う。コード返事のみで暗号化する。つまり一時式暗号である。一般にコード、不調、暗号書、コードブック、レパートリー、サイファーディクシャネ、ワードブックとは、プランコードを指す。多くの場合、プランコードを丸暗記するのは現実的でない。それゆえに暗号書を携帯、保管、配送する必要が生じる。プランコードを 組織的に丸暗記した例としては、コードトーカーがある。プランコードの編纂においては利用する組織のモラル、ドクトリン、知識が必ず反映される。よって、プランニコードを盗んで作読すると単に相手の通信文が読めるだけなく、計り知れない情報が推論できる。企業の商用コードに違法や賄賂のコード国があれば、 おそらくその企業は違法行為や贈賄をしているであろう。敵軍のコードに新兵器のコードがあれば、編纂当時に実用化されているろう。味方の秘密兵器名がそのままあれば、当時から秘密が漏れているだろう。例えば、昭和19年に編纂した日本陸軍暗号書5号には、伊王島や関西機の国が当初採用されていなかった。つまり、陸軍が伊王島で戦い、 米海軍の艦載機の攻撃を受けるとは、想定しなかったことがわかる。演出コード、サプリンサイフォードコード、リスイフォードコードとも言う。まずコードで開示を行い、強度を高めるために、サイファで、さらに暗号化する。二次式暗号、あるいはそれ以上である。演イフォードコードを採用する理由はいくつかある。記号転換が許す限りサイファの形式には何だ 制限はない。替え字式や、点字式、ストリームやブロック暗号が使える。よく知られる、乱数式暗号や乱字式暗号とは、円彩フォードコードの一種である。俗に、乱数の剥ぎ取りと呼ばれる作業は、円彩フォードコードを元のプランコードに戻そうとすることである。15世紀に、アルベルティが最初に考案したとされる。彼は1から4の数字から構成される。 プランコドを作成し、ついで彼の考案した暗号円盤で開示することで、エンサイフォードコードとした。しかしこの考案は19世紀末まで実用化されることはなかった。一般に未知のエンサイフォードコード解読は対象平文が入手できても困難である。しかしプランコドが盗まれたり露覚されたりあるいは、理論的に再構築されると一挙に強度が低下する点がある。 これは、ビジュネル暗号において、家庭語が利用可能になるのと等しい。プランコドの設計の良し悪しが、円彩サイフォードコード全体の強度を左右することがある。極めてセンシティブな語句、例えば金額や非合法な単語だけにコードを割り当てて、残りは平文のまま通信する。コード編さが非常に簡便だが暗号強度は低くなる。例えば接続詞、前置詞。 疑問符、苦闘点等はコードにされないことが多いが、これらは判明していると、コード解読に役立つからである。大手商社や外交、軍用コードが該当する。サイファと同様に、暗号化できるものはすべて暗号化せ用のセオリーにより、使用される語彙を統計調査して、コードを割り当てる。通信する集団の文体や言葉遣いが揃っている、こと。 そのように教育することも重要である。変算時に未知か不要と判断された固有名詞等をコード化する場合は二つの方法、スペルアウトとホイがある。また必要であれば、付録辞点も併用してコード変算を効率化する。応急的に採用。事前に相手との取り決めは不要である。単文字や音節のコードを組み合わせて綴る。なお解読側からは貴重な手がかりとなる。 例えば第一次世界大戦にて、ドイツ陸軍は、野戦コードにディスティルユッツバッサーがなかった当時、これを D、DISTILLERTES、e、バッサーと9つのコードで、スペルアウトした。連合軍コード解読班は高頻度の IST や S を含む特徴的なコード群を探すことで、他のコードもイモズル式に特定できた。また最波からコードに配置替えになった。 暗号種が言語を探すのを面倒がり代わりに全て単文字でスペルアウトした事故もある。スペアグループとも言う。頻繁にスペルアウトする語句を将来追加するために対応言語を未定としたコードをいくつか用意しておく。ホイのコードに言語を割り当てるのはコードの運用母体が行うので個々の発信者が独自には利用できない。 例えば、少人数が狭い地域で扱うプランコードで、あれば、人名、地名、官名、商品名は都度スペルアウトして済むが、規模が大きくなると付録辞典を用意する必要がある。当然ながら、本編のプランコードがあり、次のコードからは人名時点、人名辞典、人名辞典の終わりといったコードも用意する必要がある。日本語訳から誤解しやすいが、殺数自体というよりは、正確には、 単表性、二表性とでも呼んだ方が、暗号方式的には、正しい、運用まで含めたシステム全体から見れば、表が分かれている場合、暗号化と複合のどちらか片方の作業は、片方の一冊のみで行えるという運用上の点からは、二冊という表現を、等を得ていないわけでもない。英語のアルファベティカルとランドマイズドという表現は、この対応あるいは、 表の構成を表していると言える。1、パートコード、アルファベティカル、コードとも、次に述べる2冊制では、対応を完全にランダムにできるのに対し1冊制は、対応に、あるいは対応付けのための配列に何らかの制限があり、暗号化用と複合用の対応表が、兼用できるようなもの、と言える。例えばアルファベット3文字で色を伝える暗号の例を、以下に示す。 ここではその暗号全体として、色に関するこの暗号は CA から始まる、どちらも辞書順で並んでいるという制限がある。これに、パープルの言語を将来追加しようとすると対応する暗号は、チャート、階に挟まれた、個しか選択の余地がない。攻撃側もこの規則性が使えるので、もしレッドが階ならば、ブルーは、子より前にあるはずだなどとなる。 またコードブックの紛失や盗難で使えなくなり、新しく編纂し直す場合でも、運用全体を再編しない限りブルーが、レッドの前に来る関係を崩すことが出ない。一冊製の例2、パートコード、ランドマイズドコード、ハティドコードとも、この方式では、言語と暗語の対応はランダムである。言い換えると、言語側を辞書順など何らかの組織立った順序に、並べたときには、 暗号側の順序には何の法則もなくランダムであり逆に暗号側を何らかの順序で並べた時の言語側の順序も同様であるこのため実用的な速度での作業のためには暗号化用と複合用の別の表を必要とすることからその名があるなお二冊に分けて製本する必要はなく一冊にまとめてあることも多い二冊製の例一二冊製の例二 この方式には一冊性と比べ、不規則さにより、攻撃が難しくなる利点がある。さらに一冊性よりもエラーの検出が容易である、利点もある。例えば上記の一冊性コードにおいて、ブラックを示すかの3文字目の A が通信エラーに C になった場合、複合側において CAC をシステム的に通信エラーだと気づくことは不可能である。平分の分位から気づくかもしれないが、 それはシステム的ではないし、もしかしたら本来とした平文が間違った文章なのかもしれないわけである。しかし二冊性の場合はコードが一文字違いの別コードになっても類似性のある言語になる可能性が低のでエラーを検知しやすい。このような暗号が運用されていた時代には考案されていなかった現代のコンピュータで使われているアルゴリズムだがフィッシャーイエーツのシャッフルなどによって ランダム化すればよい。あるいは、古くから使われていた手法としては、単語カードを作り、それを袋に入れてよくかき混ぜてから一つずつ、取り出すとか、すべての語に、あらかじめ乱数を割り振り、その乱数の値に従ってそうとする、といったような手法がある。一般的事項、解読理論と演習、商用コード、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。